シーザー・タケシ入場。コロナ禍の中、本当に大変な中をコラケンシュートボクシングファーストマッチに来ていただきまして、誠にありがとうございます。まあ本当に最初に、お詫びを申し上げなきゃいけない状況になったことを悔しく思いますけど、コロナで何人かの選手が、かかりまして、試合が何試合かがなくなったことを心より今もってお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。まあ私からすれば少し、プロ意識に欠ける若いやつが多いかなと思っております。しっかり鍛え直して、もっともっと素晴らしく戦える、ちゃんと自分の管理ができる、そんな選手を育てますので、ぜひ長い目でシュートボクシングを応援いただきたいと思っております。我々も一つの信念を曲げず、シュートボクシングを最後までみんなで力を合わせて頑張ってまいりますので、皆様方、熱い熱い熱い応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。